ダウンサイジングコンセプトとは、自動車において、ターボチャージャーやスーパーチャージャーなどの下級機を使うことにより、従来エンジンと同等の動力性能を確保したまま、排気量を小型化し、巡航時の燃費を向上させる、エンジン設計コンセプトのことを指す。和製英語であり、英語では、エンジンダウンサイジングという、ドッカンターボなる表現に代表されるような、 旧来の下級機付きガソリンエンジンは加速力や最高出力を追求する目的で設計されていた。下級圧の高い大型の下級機を組み込み、過大な爆発圧力と熱からエンジンを守るために低圧縮比化することで非常に高出力なエンジンを生み出したが、同等排気量や大排気量で同等出力の自然吸気エンジンと比べると運転性と燃費が大変悪かった。 一方でダウンサイジングコンセプトは大前提として省エネの設計思想がある。燃費向上のためエンジンの消排気量化を行い、ついで動力性能を従来と同等レベルに維持することを基本に目標とする動力性能を達成するための手段としてターボチャージャーやツインチャージャーを用いている。エンジンの小型化が燃費改善につながる最大の理由としては、 機械抵抗損失の低減が挙げられる。機械抵抗損失とは駆動損失と、吸気損失という二つのエネルギー損失の総和で、すべての走行条件を加味すると、エンジンの仕事量のうち3から4割は、この損失に消えているとされる。この損失は、エンジン排気量に比例しており、排気量が半分になると、およそ2、3から1、2程度にまで減少するとされている。 また、気筒あたりの排気量拡大に限度のあるガソリンエンジンにおいては、排気量低減は気筒数削減につながるため、さらなるフリクションロスの低減が可能となる。これにより、アイドリング状態や低常走工時といったエンジン回転数の低い低負荷気での燃費を大きく改善することが可能となった。また、同コンセプトの誕生と同時期に実用に耐えうる技術となった。 当内直接噴射技術は、気化熱の冷却効果で高圧縮比を実現しやすい、ため、ターボとの相性が極めて良く、さらなる低燃費の実現が見込める。エンジンの特性としては、コンパクトなターボチャージャーを用いたりターボチャージャーとスーパーチャージャーを組み合わせることによって、最高速度、最高出力の向上よりも実用域のトルクとレスポンスを向上させ、 日常仕様に適したエンジンに仕上げられている。な、エンジンに比べて圧倒的に向上した低速トルクは、わずか1000回転台で最大トルクを発生しつつ、フラットトルク化を低中速域で維持することにより、従来のな、エンジンではエンジンを回して加速していた状況から一変し、エンジンを極力回さずに加速することが可能となっている。それゆえ、ターボラグもほぼ存在せず、 坂道はトルクで、苦もなく駆け上がり、市街地でもキビキビとした走りが可能となるため、燃費の良さを抜きに、走りの味でダウンサイジングターボを選ぶ消費者もいる。一方で下級が始まらないほどの低い回転域においては、排気量の大きな自然吸気エンジンより、トルクで劣ってしまうため、同じ力を出すにしてもアクセルペダルをより踏み込んで、エンジン回転数を上げてしまいがちになる。 また急加速が連続したり、速度が時速 200km を超えるアウトバーンのように、巡航があまりに高負荷域で続くような環境では、燃料消費率が悪化するため、大排気量エンジンほどではないにせよ、狙ったような低燃費を実現できない場合もある。好みの問題で言えば、実用領域重視のため高回転域での伸びは、少なく、円数からは、 反応性に欠けるという意見もある。下級機を用いることにより同等の出力を維持しつつ、排気量を減らすという概念自体は目新しいものではなく、欧米各国で古くからあった。日本でも下級機が乗用車用として1979年10月に初めて認可された当時、ターボは少年費が主目的であり、1990年代初頭には、県、 坂博氏によっても提案されていた。現代において再び注目を集め、各社がダウンサイジングターボを競って開発するようになったのは、フォルクスワーゲンが2005年から TSI エンジンをゴルフに搭載して以降である。このコンセプトが環境意識の高まりとともに流行るようになり、今では V12 気筒エンジンを V8 ターボへ、V8 を直6、時4ターボへ、 V6 を自家4ターボへ、直期4を自家3、自家2へと全機等において、ダウンサイジングコンセプトの実施例がある。また従来は下級に伴い増大する熱を処理するための補給類の強化、追加や、ブローオフやロッキング制御などの各種制御が増えることで、コスト高になりやすい点がネックとなっていたが、普及によるコストダウンや、現在は、 自然吸気でも下球機付きエンジンと同等程度まで制御が高度になっており転用できる部分が多いため克服されている。先進諸国におけるカフェ規制の導入により本来なら燃料代を気にしなくていいような富裕層向けの高級車でもダウンサイジング化が進んでいるが独特の味わいがあるとされる自然吸気の大排気量エンジンをターボとはいえ大衆車と同じ時期用 自家3にすることには、高図化から反発の声もある。また近年実施されている、WLTP モードの燃費計測法では、頻繁に急加速を伴うため、低負荷域で燃費を稼ぐのを信条とする、ダウンサイジングターボは、必ずしも有利でない状況にあるという指摘もあるが、全世界的にな、エンジンが復活する状況ではない。実質的な排気量を削減する。 ミラーサイクルを大きめの排気量の自然吸気エンジンと掛け合わせるライトサイジングコンセプトやアップサイジングコンセプトがダウンサイジングターボへのアンチテーゼとして頭角を表しつつある。同様に気筒吸止システムを用いることで状況に応じて実質排気量を増減する技術も確立されてきており、現在はダウンサイジング以外にも排気量、 気筒数を減らすという目的に対しての手段が多様化しているという指摘もあるが、一部の特定メーカーにした故障であり、全く一般的ではない。ダウンサイジングターボと燃費規格は欧州で生まれたものであり、アウトバーンをターゲットする欧州では燃費面でも有利である。従来のダウンサイジング前の大排気量エンジンと比べて燃費面で不利な結果となっていない。ターボによる 燃料消費増分より、排気量削減分のメリットが効率的に上回るからである。よって、燃費規格の WLTC、WLTP 規格における、高速域において燃費面で不利とする一部自動車、評論家もいるが誤りである。燃費規格の WLTC、WLTP 規格における、高速域において燃費面で不利とする一部自動車、評論家もいるが誤りである。 ダウンサイジングターボと燃費規格は欧州が主体であり、アウトバーンをターゲットする欧州で燃費面でも、従来のダウンサイジング前の大廃棄量エンジンと比べて燃費面で不利な結果となっていない。前出の通りも、ともとは欧州で始まった考え方であるが、現在は日本メーカーも追随しており、自動車業界においてはごく一般的な思想となっている。以前は、 ハイブリッドや EV の開発が先行しており、日本メーカーはダウンサイジングコンセプトの導入には慎重との見方があったが、2010年代前半から日産、ークを皮切りに続々と投入されるようになった。唯一松田は執行役員の瞳光がダウンサイジングターボ車の導入に公式に否定的見解を示していたが、2016年には ネガが克服できたとして 2.5L のダウンサイジングターボを投入している。日本のように自動車税が排気量によって決まり、かつ下級機の有無が税額に影響しない地域においては、ダウンサイジングコンセプトは、同程度の走行性能を割安な自動車税額で享受できるメリットがある。またアイドリングやパーシャル状態では、小排気量化が行きやすいため、 急加速の機会もあるもののストップゴーの多い、日本で必ずしも不利になるとは言えない。またタダム AT や CVT の進歩、低回転域から中回転域まで、フラット化された、フラットトルクなどで、ドライバビリティの面でも日本に適していると思われる、部分は多い。特にスカイラインやクラウンのような大型車が、日本で走行する場合は、低燃費化、高性能化の双方において、 ダウンサイジングターボの方が適していると言える。日本市場で人気な 1000cc 自然吸機のコンパクトカーと同等以上の動力性能を持つ一部の 660cc ターボ付き軽自動車はベースからの出力アップが目的のためダウンサイジングコンセプトではないものの登録者ユーザーからすれば実質的にはダウンサイジングコンセプトの一選択肢であるという見方もできる。 2010年代に各社が競って投入し、全社にラインナップが完了している。は、他社からのエンジン供給モデル。なおダウンサイジングターボは、高圧縮比実現のために直噴化されるのが一般的であるが、ダイハツだけは例外でポート噴射を採用している。ディーゼルエンジンでは、下級圧をさらに上げることにより、より少ない気筒数。 より小さいシリンダーサイズのエンジンへ変更することが一般的である。基礎数削減、小型化によりメカニカルフリクション低減による巡航時の燃費低減、材料費低減、重量軽減が図られている。バスの例として1995年にはハイブリッド仕様の日のブルーリボンで従来の大型車と共通の M10U 型エンジンから中型車用の J08C 型に 下級機を取り付けた例があり、非ハイブリッド車においては、キロリットル規制の頃より、大型車用エンジンにターボを装着する例が増え始め、PJ 規制の頃から、中型車用エンジンにターボを組み合わせるのが定着した。QXG 規制の頃より、大型車に小型車用エンジンを組み合わせた例も見られるようになった。路線バス用のエンジンでは6気筒から4気筒が主流になりつつある。 ディーゼルエンジンは、予混合燃焼ではないためプレイグニッションによる、ノッキングが発生しないことから下級機との相性が良く、また、日本の自動車用、ディーゼルエンジンは、自動車 NOX-PM 方向不備後、排ガス性能と運動性能の両立のために、ほとんどが下級機付きとなり、同等の出力を確保した上でのダウンサイジングが、図られている。ディーゼルエンジンは、 爆発圧力が強く、低回転域でのトルク特性に優れるため、下級機が作動する回転数に達するまで、排気量相応の出力に限られ低回転トルクが不足する問題は、ガソリンエンジンに比べて少ないが、ツインターボや可変ノズルターボなどを用いることによって、さらなる高効率化が図られている。他に高下級化による耐久性の問題や排気量の削減による、 排気ブレーキ、エンジンブレーキ力の低下など克服すべき点が指摘されている。近年は下級を行えない、回転域での出力不足を補うハイブリッド化も進みつつある。また JR 四国を除く JR 各社では、国鉄型機動車のエンジンの交換が行われており、交換後のエンジンは、ほとんどの場合排気量が下がっているため、これもダウンサイジングの一種と言える。 ありがとうございます。